すいませんこんばんは。今何時だ？17分。こんにちはの時間じゃなくないですか？あ、ここにねあるからね。こんばんは。ここについてる。すいません、お待たせしました。ちょっとねご飯間違えて食べちゃって、暑くて食べれなくて帰ってきました。めっちゃ口の中がご飯の匂い。こんにちは。今日はですね、いつも特に用がなくライブやっちゃうんですけど、今日このあと57分かなからチア談が放送されるので、それまでちょっとやろうかなと思って、やろうかなと思って、あー忘れた、ないやないや。いやー嬉しい、なんかチア団放送されるの。もちろん他の作品とかも地上波でしてもらえる、してもらえた作品が今までもあるんですけど、チア団は本当に何て言うんだろう、多分なんとなくドラマ見られてた方とかは、そのドラマチームの共演者の方とかとのエピソードを聞いたりとかして、なんか想像つくかもしれないですけど、私たちも本当に半年以上かけて撮影と練習含めて、すごいかったんでなんかそしてこの時期に、多分公開された時も3月11日公開だったので、ね、なんか少しでも背中を押せるような明るい気持ちになれるような作品になればいいなと思っていたので、うん、嬉しいんですよ。これブーとか消せないんかね。てか写真を探したの、チア団の頃のね。携帯をさ変えちゃうと。でも結構みんなあげてくれてたね、ありがとうございます。今日は真面目ですねいつもこれが普通なんだよ、これが普通なの。なんか家にいるとエネルギーあり余ってさ、寝れないのさだから、一時期寝れなさすぎてそうあんなっちゃってたね。頭おかしかったんだろうね。でもね、いい作品だよチア団本当にとか言ってちょうど編集が一昨日とかに終わったのかな、あれプロデューサーさんからその連絡もらって、そのプロデューサーさんがまた家に帰って、なんだっけ、なんて言うんだっけ、ああいうのメイキング、メイキング見てまた号泣したとか言って、本編は泣けるとかはあんまりないんだけど、もうね自分も何年前にやって何回も見てるから。だけどメイキング見ると私もやばい。あと自分が悔しかったシーンとか、悔しいっていう風な気持ちになってる
シーンっていうの、私がひかりちゃんと女の子演じてるんですけど、ひかりがすごい苦しいシーンとか見てるとめっちゃ思い出す、蘇ってきちゃうっていうくらい大きかった作品です。初めて台本見て泣いた作品がチアダンだった。面白かった台本の時点で。はい、全然コメント見てなかった。見てくれます？この後声聞こえてる？はい、ちょっとだけキノコ食べていい？冷めてきたと思うんだよね。うん、チアダンメンバーは最近はあんまり連絡取ってない。ミュータンがさ20歳になったじゃないですか。それで取ってたかな、練習時間あれチェーツの、それはあのね、私その時何やってたんだろうな、同時進行で練習期間は怪盗山猫やってたんだ、とちはやふるのなんかなんていうの、ああいうのなんて言うんだっけ、モチベーションじゃなくて宣伝、ドキュメンタリーじゃなくてプロモーションやってたの。でその時結構忙しくて、それでも週 2,3 でとかも、後半は週4とか5で、あと6時間とかやってて、でも私が6時間で多分みんな最大9時間とかめっちゃやってた。もう朝から晩までみんなやってて、なかなか、え、これミュータンかな、もうミュータンのコメントたまたま見つけちゃった。プールの動画とかアメリカのプールやばかったよねそうそうプール思い出すわ。プールっていうのはですね、アメリカにロケに行ってて、そのアメリカのねホテルに、さっきそれこそ私とかミュータンとかあとポーリンとかもそうか、が泊まってたホテルになんかプールがついてた。でみんなでテンション上がってイエーイとか言って、でプールあると思ってないからさ、水着持ってる人と持ってない人がいて、もうとりあえず濡れてもいい服とか、あと結構ちょっと夜遅かったから人が誰もいなくて貸し切り状態で、あとヒロナちゃんとハルピョンと5人でプール入って遊んでた。懐かしい、楽しかったあのプール。あ、それは写真あるかもな。いや、ない気がするな。前に一回ねあれをあげたんだよ、なんかポーリンがめっちゃ間違えてるめっちゃ可愛い動画があって、あーないな、なかった。26分じゃん、どうしようかな、開始10分一緒に見ようかな。ポポポポポー
柔軟まだできますか？やってるよ、頑張って。できるときはね、私ジムとか行くからそこでやってるけど、めっちゃ硬くなったと思う。でもちょっとやると、ちょっと長めね、30分とかやると柔らかくなる。あのね、本当に柔らかくて、柔らかいことが年をとっても本当になんて無駄にならないからってずっと言われて、その体硬い時にね、そこから結構続けようと思って続けた。もうさっきも寝てたんだよね私11時まで寝て、起きてまた寝て、天海さん素敵だよね。めっちゃ五十嵐先生そっくりだから、あの本物のジェッツの天海さんの役、本物の先生にそっくり、雰囲気が。最近はあんまりお会いしてないですけど、すごい会うといつもなんかこう素敵な言葉をくれたりとか、なんか言われて忘れない言葉がすごい多くて、あ、そうね、みーたんダンス行こう。そう、みーたんと終わってから結構ね、そのダンスチアの感謝してた方のところにダンスしに行ってた2時間4時間とかでね、超楽しい。めちゃくちゃ下手なのにさ、本編も多分すっごいダンス下手、私はね。みんなすごいけど、やっぱリズム感がないのかな。冷めてきた。めっちゃ頭皮映しちゃった。こんばんは。ちょっと早く始めすぎちゃったかな。始めすぎちゃったかな。あ今プロデューサーさんが見てんのかな、写真送られてきた、チアンダンのアメリカのこれ後であげよう。どうしようかね、もう早くても大丈夫。でもあとさ、放送までさ27分あるわけじゃん。私27分も喋れんよ、そりゃもう喋れん。すーちゃんも21歳と1ヶ月ないですね。はい、確かに忘れてた、誕生日。それこそ千代田のオールアップの日かな、誕生日祝ってもらったんだ。何歳だったか忘れちゃったけど、18歳かなの誕生日だったかな。さっきーさーんさっきっぺさんす、あ、お団子すず、さっきの昨日すごい好きな YouTuber さんがお団子してたから昨日ね深夜にさきさんと YouTuber ごっこしてたんだで、さきさんがお団子を伝授してくれたから、ちょっとお団子やってみた めっちゃ面白い。やばい、どうしよう。人参食べよう。コラボしてる。
やもうさ、私はコラボ向いてないの分かんないもん、未だに。結局どうしたらいいのか分かんない。ひどかったよねこの前室さんのやつとか。もうほんと申し訳ないです。チア団の見てほしいところ、でもこの前さ久々にさあ、エッティいるの、エッティにじゃあ今メール返すか久々にさあ、昨日かあれ見たんだよエッティにスクショされてるんだっけ、見たんだけどさ、何の話しようとしたか忘れちゃった。なんて言ってた、私なんて言ってたか忘れちゃったよ。ちょっと待ってね。すごい。あこっちでもエッティのコメントやって、こうやって久しぶりな、あそう久しぶり何を見たって言ったんだよね。福井弁を話してる自分を見たの。やっぱさうまいのかなあれ、なんかあれこんなんだったっけみたいな。一応福井部屋の先生もいて、指導のいてくださっててたんだけど、こんな訛ってたみたいな。超可愛いんだよ。でもすんごい好きだし、ホヤのーとかすっごいね好きなんだよ。いろいろ福井にはご縁がありまして、チア団撮影の思い出聞きたい。何したかな。でも本当に撮影終わってもまた夜2時間練習して、朝行ってメイクも、なんか人数も多かったからキャストのね、メイクさんもお一人お二人とかですごい大変そうだったから、みんな髪とかだけやってもらって、だってもう自分でこうやってやったりとかして、本当申し訳ない、私はできなかったからメイクが。なんか目元だけこうちょっと、まあ、ほとんどなんかファンデーションとかだけだったんだけど、後半は私ギャル時代も演じてるんで、ギャル時代とかはほんとセブンティーン見ながらアイラインの練習とかして現場でセブンティーン横に出してこうやってちょっと、ああこうやってやるといいんだとかやってて、その時はメイクみんなして速攻ジャージに着替えて体育館行ってストレッチして踊りの確認してみたいながね、すごかった。もうみんなそれが当たり前になってて、うん。3人もね、小ギャルだった、芋っぽいギャルだった、私。チア団の辛かったこと、撮影でおすすめのシーン。チア団はね、あなんだっけ質問忘れちゃった。辛かったことね、なんか途中で一回本当にリアルに怪我しちゃって、その時に撮影が一回止まるみたいな、その私の足をかばいながらっていう撮影のスケジュールになってちゃって、でのプロデューサーさん直接言われて喧嘩した私はどうしてもやりたい、でも
本当は心配してくださって、もう私が悪いんだけどね、しかも迷惑めちゃくちゃかけたんですけど、嫌だっつって泣きながらでダメだよって言ってくれてた人にもう嫌いとか言って泣いてたよねって言われる、会えば会うたんびにでもその記憶すらもはやもうないんだよね。なんかすごい廊下で言われたのを覚えてるんだけど、それが強かった。あとそのひかりちゃんが辛いシーンはもうなんかひって同じ感情だった。なんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった。あと20分だ。そう、私練習する映画多いよね、わかる。毎回練習してる何かしらいや最近はインタビューとかで、今後どういう役やりたいですかとか、どういう作品出たいですかって聞かれると、もう大体一回練習が何にもなくて穏やかな気持ちで終わる作品がいいですって言ってる隣でマネージャーさん笑ってるっていうくらい多いね。確かに、あ、おすすめのシーン聞かれたのか。おすすめのシーンはでも最後かな、最後です。踊った大会のシーンとか、そう、カルタ、チア、バイオリン、スケボー、サッカー、あと CM でもね、バレエとテニスと、あ、もう思い出せないな、なんかそういう系がですね。もっとライブしてください。でも私結構してますよね、この期間中ね。あ、そう、キックボクシングもやって、でもそれは、え、大地のアキンド行ったのずる、私もう家でやってるよ。めっちゃ友達と話してるみたいに言っちゃった、ごめんなさい、行った、ごめんなさい。そう、あ、バスケもやった。大地のアキンドはね、北海道夏空で行ってた。夏空だからなんかやって、あれ夏空やらなかったっけ、練習、あ、乗馬やった、乗馬あと絵の練習もしたかな。うわ、もうさ、家にいるとさ、もうこういう姿勢じゃない、もうずっとさ、なんかこうって感じじゃない。もうさ、ここの辺がさ、シワだらけ。あ、そう、弓道もやったね。結構やっとるの。小さい頃バスケしかやってなかったです。魔法ゲーとか、魔法ゲーしかないよ今。ごめんね。最近の告知。告知。あとか。じゃない。ああ、あるあるある。今度、ね。5月30日かな、夜11時から姉と私のすごい好きな坂本雄二さんの脚本でリビングというリモートドラマを撮りまして、それが夜11時半って言ってたかな。多分私たちの他にもお家で会える人たち、ご夫婦とか、あとそのエッタさん兄弟とか、面白そうだよね。他の人たちのもすごい楽しみ。
そう、あのねの方です。もうあのねは見ちゃうんだ私。この前もなんかお風呂上がって寝れなくて見ようと思って見ちゃった。リモートドラマでしょ、すごかったよ。リモートドラマはどう撮ってるんだろうって、ほんとさ、こうなんていうの、携帯で撮ってるのよ。だからでもすごいしっかり、やっぱすごいからさ、いろんな機能の進化だから、なんか本当にすごかった。あと他の、もう自分たちで声とか、マネージャーさんが全部、照明さん、カメラマンさん、美術さんみたいな全部やってて、大変そうだった。ありがたいですね。43分、キノコ食べよう。キノコがめちゃくちゃ好きなの私。鍋しようってなったらエリンギ、しめじ、えのき、まいたけ絶対全部入れる。スープも絶対入れる。なんてこった、パンナコッタ。うんちゃんいますよ、みんないますよ。サクさんまだ見てんのかい。サキさん、あ、髪汚っ。ちゃんとさ、ちゃんとしようよ。今もバスケしないよ。だから唯一やってんのが、もともと自分で言ってるキックボクシングと、そのダンス、チアの先生のとこ行ってみたい。めっちゃ首短くなって、首短いって嫌だよね。こういうことだよ、肉じゃが作りながら見てるの。めっちゃさきさんのコメント見つけるの私早いんだけど。肉じゃが？ほぶと。じゃあ次は、キャベツ食べよう。首長くするのはどうしてんの？いや、もう私も知りたい。でもすごいいい先生というか、まあ、師匠みたいな存在のような方がいて、その方のところ行ってますね。あ、もうね、ここもう私さ、肩こりもすんごいんですよ。だからあいつも猫背だしずっとやってますよ。はあ、何の意味もない。ため息ついちゃった。首長いって、うわ、長い人結構いる。いいな、交換しようぜ首。よいしょ。46分、はあ、熱くなってきちゃった。疲れてますか？全然寝てたし、さっきまで。トゥトゥルトゥ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 。え、待って、今の何っていうのが今日何だこれ。え、どういうこと、何、逆に何。そうなの、
何が？あ、寝てたってことね。え？ブラオ、ブラ、ブラキ、あ、消えちゃった。ブラキオザウルス。調べとく。すずちゃん友達にそっくり。マジでいるよねこういう人。あ、そうね。あと桶狭間っていう時代劇もありましたね。でもあれは私もちょっといつ放送かまで分かってない。濃姫やってました。夏時代劇怖かった。時代劇って怖いね。その人がとか緊張する。かい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 、はあ、何しよう。あ、詰まった。さっきさ、これ食べてたらさ、ここに勢いよく熱いちょっと胡椒の効いたキャベツ入ってきて、それで一回食べるのやめたの。超どうでもいい。身長160センチくらいですかね。意外と大きいでしょ。154センチとかに見られがち。いや、質問受け付けたらいいと思う。そんな知りたいことないでしょ。もうそう、桶狭間のその時代劇はもう撮り終わりましたよ。誕生日いつですか。ウィキペディアで調べてください。でも待ってます。嘘です。普段おしゃべりな方ですか。人といるとしゃべる。でも一人でいるとしゃべ一人でいると多分しゃべ全くしゃべってないから、人といるとすごいしゃべるんだと。でもしゃべるかも、人といるとね。いや、そんな喋んないかも。あ、40歳の方がまだ背が伸びてるって。バスケセンターやってたって。すごっ。169センチで伸び続けていらっしゃるのですか。すごっ、羨ましい。ガーさんじゃん。一人珍しいとか言わない。ガーさん一人で、あ、ガーさんといる。あ、ダメだ、チアダン、もうちょっと始まっちゃう。またね、ガーさん。またねとか言って。またじゃないけど。ガーさんいつもインスタ開くとインスタライブやってる。キノコ食べよう。うん。鼻小さい。ん？ふんちゃんの振られた。鼻小さくて綺麗。え？どういうことだ？あと10分だね。テレビつけようじゃん。間違えた。ちょっと私は音をつけずにちょっとだけ一緒に見よう。放送事故だよね。汚いわ。あ、この後映画チアダン買って、イエーイ。
斜め上向いた顔がめっちゃアリスさんに、アリスちゃんに似てる。姉妹だからね。もうねえねんだ。かわいい。よし、5分後だよ。あ、今見た？今見てないか、この最後の予告のとこ見た？今見た？あれ知ってる？みんなの勢い良すぎて私天海さんの後ろに潰されたんだみんなすごーって思ってた。リアルだよね、それがね。それにめっちゃ泣いた、わかんないけど、あ、バンと、みんなすごいってなって、見た見た、見たら、あ、間違えた、今福井弁って言うつもりが普通の地元のことしてた。明日何しようかね、もう1個忘れてた。最近湯船入ってるんだ。忙しいと入ってなかったけど、別に 寝れるね湯船入ると。好きな歌は、好きな歌、好きな歌？私ね、エミさんとかウルさんとかがずっと好きです。そうですよ、 TBS ロックです。地方によっては違うかもしれないけど TBS さんです。つけて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 、バサバサお団子ヘア、いや、バサバサって言わないでいや、いいけど、バサバサだから。でも北海道って口づけずに、北海道、北海道、北海道、むず愛知は5番、やっぱそうか、いてててて、 TBS さんです。お風呂上がり No。 今日のあと2分だ。え、どう言えないよ、北海道、あ、は、ん？今言ってた？北海道、北海道、北海道、聞こえてる？言えてる？自分が言えてるかわかんない。はーかいだー、普通に言って北海道ら、あ、私下がってるんだ、北海道やめよこれ、かきこっこじゃないわ。あと立った、あと立った。じゃあ段最後までインスタライブしよう。いや、やばいでしょ、集中してめっちゃいいから。北海道どう、あ、北海道、北海道、結局やっちゃうんだけど、悔しくて。
日本全国を応援しよっさ。ふう、懐かしい。私音声あえてみたいな、やっぱやば。ちょっとさ、5だけ。あー、これ何？めっちゃ昔な気がして。いくよ。あ、来なかった。これ、あ、これこれ、潰されたやつ。懐かしい、嬉しい。届くといいですよね、本当に。これ今カンスター中中エミも好き。めっちゃ可愛いよポーリン、これ本当に素敵。すごかったな、この方々。本当に大会出てる方々なんだって、このチアの方々。エキストラさんはみんな怪人だった。あー、さくちゃん始まったね。あ、ちょっと前髪やってくればよかったわ。何のシーンから始まるか覚えてないな。入学式だ。いた。みんなも始めたから終わろうか。終わる？懐かしい。マミユミ、マミユミコンビのこの一つ結びに全然参加させてもらえてない感すごい。真ん中にでポニーテールしとけばよかった。これクランクインだったかな。みんなあの部に入るんやよ。うるさい。すごくない？セリフ覚えてるんだけど。じゃあ、あと1分で終わります。みんな見てね、このまま。では1分って言ったから、じゃああれまでやろうかな。するでの、応援するで。あ、かっこいい人来た。セツさん来た。なんだっけこれ。地獄屋、悪だった。地獄屋。なんで一人だけ椅子乗ってる私。じゃあみんなありがとう。このまま見てください。あ、この後面白いです。ここだけ一緒に見よう。濃いなメイク。副音声みたいになっちゃった。みんな見てるかな。ゆりなちゃんだ。十分なんですけど、生意気な、もう本当に禁止。落ちなさい。バキバキバキ。終わろ。もう、あ、2分経っちゃった。あ、でここ見落ちたか。私何？
間空いていきますから、系あるんですか、生意気な、もう本当お黙り。よし、もう終わります。一人で盛り上がっちゃうから寂しくなるわ。じゃあみんな見てね、このまま。ありがとう、グッバーイ。